ちょっと待ってみんな、やばいこと起きたわ。ナンバーズハンター天城海斗さんのイベントが今来てるんですよ。撮影日は1月25日の17時ぐらいなんですけども、このイベントなんか、まあ海斗さんがね27日からゲットできるっていうイベントなんですけども、これ先駆けてこれ、ね、これやったらなんかこれなんかナンバーズに取り付かれたなんか雑魚キャラなんですけども、これやったらなんかね、これ天井カイトでナンバーズを狩れと、ナンバーズに取り付かれたデュエリストとのデュエルではナンバーズハンターである天井カイトのイベント専用デッキでデュエルすることができますっていうね、神ゲーか。おいコナミ先生、イベントの作成なんか能力ありますねイベントのなんか作成能力上がりました。イベント専用デッキの内容はデュエル前のデッキアイコンから確認することができますと。で、イベント専用デッキでも通常のデッキでもいけるっていう話なんですけれども、イベント専用デッキでデュエルした場合でも経験値は現在セットされているキャラクターに入りますと。で、イベント専用デッキでデュエルしたら天井カイトの使用が条件のミッションのカウント達成はできません。あ、できないんだ。いや、ちょっとこれできるんですよ。これ見てください。これ使えるんですって。来たわ、神ゲーだろ、やばすぎる。ギャラクシーアイズフォトンドラゴンね、これね、俺ね、予想だと多分召喚ムービーあると思うんだよね。なかったら本当にごめん。なかったら今これ喋ってるの全部無駄になるんだけど、一応デッキの内容はギャラクシーアイズフォトンドラゴンは、原作の、まあ、エースモンスターですね。バトルステップ時なんか相手と自分をなんか除外できるっていう効果ですね。はい。で、エクシーズを除外するとなんか打点が上がるっていう効果、まあ、対エクシーズモンスター最強兵器リーサルウェポンで、フォトンスラッシャーは、特殊召喚できる、モンスター、モンスターがいなければね、自分のフィールドに。で、アドバンサーはフォトンがいると特殊召喚できるモンスター。で、バニッシャーは、フォトンがいると特殊召喚できて、あれだわ、ギャラクシーサーチできるっていうモンスターね。はい。で、なんか、こいつをエクシーズさんにすると、なんか戦闘で破壊したら除外されるっていう、なんか効果がエクシーズモンスターに付与されるという。で、クラッシャーは本当にどうでもいいかとね。で、シャインエンジェルは、これはあれかな、フォトンリザード出してくるっていう感じなのかな。で、リザードはリリースするとフォトンを持ってこれるっていう効果。で、フォトンチャージマンもマジでどうでもいい効果。で、破滅のフォトンストリームは、ギャラクシーアイズがいると、相手のフィールドの、相手じゃなくてもいいんだけど、フィールドのカードを、除外するという効果ですね。で、月の章、ギャラクシーサイクロンと、フォトントライデント、これは装備魔法ですね。フォトンにつけられる700打点アッププラス貫通プラス、戦闘で相手モンスターの、じゃあ相手にダメージを与えるとフィールドの魔法トラップカードを破壊すると。で、これがね、攻撃無効、相手モンスターの攻撃宣言時攻撃モンスター1体を選択し、その発動を、その攻撃を無効にして相手のモンスターの攻撃力分だけ自分のフィールドの光属性のモンスター1体の打点をアップすると。まあ、ロマンカードですね。まあ、バンドの時代とかで破壊しとけばええやんっていう話は本当に聞かない。で、で、ギャラクシオン。ギャラクシオンね、結構強くて、フォトンと名の付いたモンスター、レベル 4×2 で作れて、これ、1個オーバーレイを使うと、フォトンドラゴンを手札から出せる。で、2つ使うとデッキから出せるんですよ。だから基本的に多分ね、これね、まあ、2体並べて、で、これ出して、で、素材を取り除いて、これ出していくっていうデッキに多分なると思うわ。うん。そんな感じで、あとは、パラディオス、これはまあそもそもありますね、もうね。で、イルミネーターと、ギガントブリリアント、ギガントブリリアントは、レベル 3×2 で作れるなんか昆虫族の光属性のモンスターデジタルバグの強化。はい。というわけで早速ちょっとこのデッキを使ってねやっていきましょう。多分ねいけると思う。セリフとかもちょっとね見ていきたいよね。で、店長カイトさんの、新報酬はフォトンアドバンサーとギガントブリリアントでした。いきましょう。さあ、懺悔の用意はできているか。ローテーションな学園生、そんなローテーションでは俺には勝てないぞ。俺のテンションにそもそも負けるからな、お前は。いくぜ、先行。ほう、いいだろう。フォトンスラッシャー来い、フォトンスラッシャー来い。さあ、なんかデュエル、あー弱スキル何これ、スキルなんかあるんですか。スキル、手札からギャラクシーモンスターまたはフォトンモンスター1体をデッキに戻し、デッキからギャラクシー魔法トラップカードまたはフォトン、魔法トラップカード1枚を手札に加える。このスキルはデッキエクストラデッキのモンスターが光属性モンスターのみのデッキを設定してデュエルを開始した場合にデュエル中1度目、使用できる。なるほど。これギャラクシー戻して、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね、ちょっと少々お待ちください。これできるのかな。これさ、で、魔法トラップって何やったっけ。なんかサーチするカードなんかなかった気がするんだよな。ちょっと一回ちょっと使ってみようかな。
使ってみよう。スキラスを。懺悔の用意はできているか。かっけー。懺悔の用意はできているか。ちょっとセリフ大きくするわ。若干ちょっと声をね、若干声を大きくしまして、でちょっとフォトリザードちょっと被ってるんで、ちょっとこうペッてやって、で、あ、弱っ。なんかサーチカード入れといてよ。確かになかったな。もういっか。じゃあファメツのフォトンストリームかなんか持ってきといて、で、こいつ攻撃表示で立ってるか。いや、これフォトンリザード、はい、フォトンリザードから持ってきといた方がいいわ。フォトンリザードのモンスター効果発動。で、フォトンスラッシャーかなんか持ってきとくか。フォトンスラッシャーかなんか持ってきとくか。フォトンスラッシャーでいいわ。で、多分死なないでしょ、これ。俺、多分これ死なないと思うんだよね、俺。もうエンドなんじゃねえ、これ。ちょっと、出てこい。かっこよすぎる、やっぱ。カイトさんのボイス、やば。かっこよすぎ。ドロ。フォトンリズ。ちなみに、セリフって何があるんですか。懺悔の用意はできてるかあるんですか。懺悔の用意はできてるかあるんですか。ないんすか。ないんすか。嘘でしょ。懺悔の用意はできてるかないの。これは低評価。あ、出た。知らん。そんなことは俺の管轄外。そのセリフあんのに懺悔の用意はできてるかないのかよ。マジ嘘でしょ。これあんのにさ、そんなことは俺の管轄外だ。これあんのにさ、懺悔の用意はできてるかないのかよ。マジ。ギャラクシーアイズ、ギャラクシーはあらず、ギャラクシーなくしても俺もあらず。ああ、なるほどね。すがるな。すがった瞬間、踊れは己をなくす。かつての俺の闘争本能が免疫系を活性化し、熱く燃えたぎる抗体が血中の毒を焼き尽くしたのだ。なっか。デュエリストとしての俺の闘争本能が免疫系を活性化し、熱く燃え盛る抗体が血中の毒を焼き尽くしたのだ。黙れよ。少し喋りすぎなんだよお前って言われるぞ。ないんだ、ハルト。最高だな、このゲーム。このゲーム最高だわ。懺悔の用意はできてるかねえのかよ。ふざけんなよ。用意しとけ。まあでも行くか。まずは俺はフォトンスラッシャーを攻撃表示で特殊召喚。フォトンスラッシャーを特殊召喚。そしてフォトンクラッシャーを召喚。フォトンクラッシャー。そしてレベル4が2体。俺は2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。オーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。いくぜ。これが、これなんか新しいボックスに入ってんのかな。飛行艇ギャラクシオン。かっけ。なんかエコー入った。俺今編集してませんからね。今一切編集しておりません。そして俺は飛行艇ギャラクシオンのモンスター号が発動。オーバーレイユニットを使いギャラクシオンの効果発動。もちろん素材は2つ取り除かせてもらうぜ。俺はこの2枚のオーバーレイユニットを取り除き、デッキより現れろ。かっけー。かっけー。神ゲーだ、神ゲーだ。あまりにも神ゲーすぎる。そして俺はマジックカード、速攻魔法発動。フィールドのカード1枚を除外する。破滅のボタンストレイム。かっけー。クソかっこいい。やべー、やばすぎる。速攻魔法ボタントライデントを発動。さあ、フォトントライデントの効果、ギャラクシーアイズフォトンドラゴンに装備し、打点を700アップ、カードを1枚セット。さあ、懺悔の用意はできているか。ローテーションな学園生くらい。懺悔の用意はあ、言った。ギャラクシーアイズフォトンドラゴンの攻撃、破滅のフォトンストリーム。神ゲーすぎ。あれ、僕何してたんだっけ。ナンバーズ、
捕獲完了。神ゲーすぎるわこのゲーム。コナミさん本当にありがとう。